日本人の旅行先として人気を集めるタイ。そのタイで昔から親しまれてきたのが、なんと昆虫食。時代に合わせて進化する昆虫食を取材しました。バンコクカオサン地区、多くの外国人が訪れる観光スポットに一風変わった屋台があります。タイではこうした屋台で虫の料理を買うことができます。こちらではサソリやバッタなども売られています。姿焼きに観光客は皆興味津々です。下手物扱いされがちな昆虫ですが、 FAO は人口増加などに伴う食糧難の切り札として、栄養価の高い昆虫食の活用を推奨しています。昆虫を食べる文化を持つタイでは、より手軽に食べられる商品も開発されています。コンビニエンスストアでは、ありました、昆虫のスナックも売られています。上流社会を意味するハイソという名の商品、カイコとコオロギのスナック菓子で、高級スーパーにも置かれるヒット商品です。こちらはハイソの工場。徹底的な衛生管理が行われていて、工場内はとても清潔。この会社ではコオロギを粉末にしてアメリカに輸出もしています。高タンパク質でプロテイン食品の原材料になるといいます。一方、おしゃれで高級感のある昆虫食も注目を集めています。バンコクの新たなデートスポットとして注目されるチャンチュイ。雑貨屋さんなどが並ぶ一角にそのレストランはあります。その名も裏庭の昆虫。ジャズが流れる落ち着いた雰囲気の中で、昆虫を使ったコース料理を食べることができます。バンコクの高級レストランで経験を積んだシェフが腕を振るいます。おすすめはホタテのグリル、バンブーワーム添え、コオロギのパスタ、そしてカイコのティラミス。バンブーワームがカリッとしてポテトチップスに似てますね。Yes, I do very much. So, I'll definitely come back next time I'm in Thailand. 消費者に合わせて進化を続ける昆虫食。下手物のイメージがなくなる日も意外と早いかもしれません。